秋田市立御所の学院中学校、高等学校は、秋田県秋田市御所、野地倉田4丁目にある、公立中高一貫校。高校課程からの生徒募集を行わない、いわゆる完全中高一貫校であり、実態は中等教育学校のそれに近い。ただし、中学校卒業時に外部の高校へ進学することは可能である。 秋田市立五所や小学校の卒業生は無条件で入学できるが中高一貫校への進学を希望しない同小学校の児童は秋田市立小野城中学校へ進むこととなっていた2017年4月より併設型中高一貫校から連携型中高一貫校に移行され中学校については五所や小学校学区の通学校に移行され2020年4月 入学者より高校入試での外部の中学校からの進学受け入れを再開する予定。親身の指導と挨拶の励行国際化に対応したコミュニケーション能力の育成を狙いとし、感性を磨き、友達や周囲の人々との豊かな関係を結ぶ能力、態度を身につける学習。言語、身体、芸術の3分や12講座から一つを選択し、 中学1年生から高校2年生までの中高生が一緒に専門家の社会人講師を招いて学習が行われる。総合的な学習の時間を郷土学という名称で実施している。五所や秋田について学ぶことを基本に生徒自身が課題を設定し、その解決方法を探し出す学習である。中学1年生を入門、中学2.3年生を探求愛。 高校1.2年生を探究通高校3年生を総括と位置づけている。各教科ごとに専用の教室を用意し、時間割に従って学習をするシステム。どの教室にもそれぞれの教科に関連する図書や資料、教育機器を用意し、生徒が主体的に調べ、まとめ、発表するという問題解決型の授業を目指す。生徒は朝登校すると荷物を ホームベースにしまい自分の学級で朝の会を行う。その後時間割に従って各教室に移動する。ありがとうございます。